お、あそこに手が出てるぞ。これあれかも、ケイトダマと同じ状態かも。うん、あの増えると90%にして猫毛を 10% ぐらいにすれば、あとはもうちょっとちっちゃい方がいいね、うん、ちょっと大きいとカジカジカジの体表になって、もうちょっとちっちゃい、なんか出てる。かわいい。はい、効力ありです。ただ猫毛だけのボールだとすぐほぐれてしまうので、後で他のボールで改良します。逃げたら逃げて、ちょっとトイレしまう。ピッ、よいしょ。あんこちゃん、あんずさん、食事じゃない時のなでなでをしてみたいんですが、いかがでしょうか。チョコちゃんが抱いてるよ。チョコちゃんが抱いてる。ちょっと見て。じゃあ2階でちょっとそっと。あ、ご飯くれると思っちゃった。はい。して行っちゃおうかな。はい、アンズちゃん、こんにちは。はいはい。はいはい。ない。じゃあ3階で届かないかな。ちょっとやってみよう。いいじゃん。はい、アンズちゃん、こんにちは。ちょっと触らせてね。はい、アンズちゃん。はい。あ、逃げちゃう？大丈夫だよ、アンズちゃん。ちょっとなでなでするだけだから。はい、いい子だね。気持ちいいな。はい、いい子だね。クシュ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 、いいですよ。30秒はいかなかったか。そうだね。お天パパ見えないようにして。どっちか。あ、
かえって手の方がいい、手の方がいいみたいです、はい、今日の成果はママだけが触っている間はお腹を触らせるまで行きますが、クロケンパパの顔が見えると逃げます。悲しい、アンズちゃん悲しい。よいしょ、はい、でこれがシオくんで、これがアンズちゃんだけど、お子ちゃまかな。お子ちゃま行きますか。いない。おや、お子ちゃまいないな。いたいた、じゃあこっちから食べるね。チョコちゃん、うん、ここだよ。どうぞ。はい、どうぞ。ご飯だよ。しょうくん。はい、はい、はい、じゃあ、じゃあね。はい、どうぞ。じゃあ、じゃあ、なでなでする？ちょっとだけしようか。そっか、まだ多いってます。わかりましたよ。はい、はい。なんかなでなでするときに必ず顔をすりってしてくれるんだけど、うん、いい感じじゃないの。ですよ。いや、今来てたのに。じゃあこっちを隠してあげよう。はい、だそうですよ。気をつけましょう。